モックルカールビは北欧神話に登場する粘土で作られた人間である。身長は9ロストで、脇の下がサンロストであったとされている。別名としてミストカーフがあるとされる。スノーリノエッタ第二部、死後法において次のような物語が伝えられている。アースカミトールと巨人のフルングニルが国境であるグリョートトゥーナガルザルで決闘をすることになった。仲間の巨人たちは 最強のフルングニルがトールに倒されることを心配し、クリオートトゥーナガルザルにおいてこのモックルカールビを作ったが、体格に見合う大きな心臓としてメス馬の心臓を持ってきた。しかしこの心臓はトールが現れると恐怖に震えた。モックルカールビ自身もフルングニルの隣にいながらトールを見ると失禁してしまった。トールとフルングニルの戦いはトールの勝利に終わったが、 トールは、フルングニルの死体の下敷きとなって動けなくなった。その間に、シャールビが、モックルカールビを襲い、あっさりと倒してしまった。このモックルカールビ破壊のエピソードについては、北欧の神話神々と巨人の戦い66から67ページにおいて、次のような推論があることが紹介されている。すなわち、 神話はしばしば劇として上演されることがあり、この物語を上演する際には、フルングニルに見立てた土の人形を通るに噴した神官が破壊する場面があって、それが神話をまとめる過程でシャールビの活躍として神話に入り込んだのではないかという解釈である。ありがとうございます。